世界を導く光となれるのか、誰に当たればいいのか、このユリコンは。サチが出したかな。何のだ大妻、送ったりのデートの邪魔しちゃって。任務だ。今日は警告だ、カヤ。警告？ここからは手を引く。何の話かな。さて、守ってよ、こいつんだ。おい、その呼び方はやめろ。じゃあ、お願いね。ロードマスター。当たり前の意思こそが正教騎士団の譲れぬ道、大陸の絶対正義。地上にある道がそこまで、全てに当てた光となる。この聖剣を前にしてなお、ハブカットの上になれば、カニスの明るみになるとして、大衆でロードマスターさんに正解を導いて光になくせろ。精神の連動を高め、騎士としての新たな道を開拓する。それは今なんじゃないのか。今それとともに光り輝く騎士道、つまりはロード、道のりょうだな。どこ見ていってんすか。 VR、 いや、活躍は聞いたよ。聖教騎士団の入団試験で首位、多大な成果を上げ、大金星だとか、労をねぎらわせてほしくてね。ありがたきお言葉です、上着直様。カヤの行動が目に余った、聖教会でも問題視されているとか、なんでも各国さまざまな遺跡に入り浸っているとか、腹を立つ。バベル大陸の平和は、お前の肩にかかっているのだからな。尽力いたします。新人も見ているのだしな。傷つけ合うしかないだろう。例えば海の魚を地上で育てたいとして、魚の言葉が聞けたとして、海の全てが分かったとして、あんたは全てを救えるか。海の魚の全てを地上で生かそうと思えるか。魚が望んでいないとしたら、それが救いにならないとしたら、望まぬ光にさらされて死ぬしかないとしたら。テントレントが待ってんだ。剣は剣より強し。
ますます教えを殺すに